ベックマン転移は、ケトンから作られたオキシムから、N チカンアミドが得られる転移反応のことである。エルンストー,トーベックマンによって1886年に報告された。まず窒素上からのヒドロキシ元の脱離と同時に意味の、元の炭素に置換している二つのアルキル元のうちの一つが、窒素上に転移してアルキルジンアンモニウムジオとなる。これに脱離した水が孵化して、 N チカンイミド酸となった後、互い変異性により N チカンアミドに異性化する。転移で移動する、アルキル元は、ヒドロキシ元に対して、アンチに位置する元であるが、酸性条件下で行う場合は、オキシムの新アンチ異性化が容易に起こるため、元のオキシムの気化配置に関係なく定移しやすい方の、アルキル元が定移を起こす。転移のしやすさは、パイ電子を持つアリール元や、 アルケニル元が最も転移しやすく、第3級アルキル、第2級アルキル、第1級アルキルの順に転移しにくくなる。環状ケトンのオキシムに対して、この反応を行うと、元のケトンのカルボニル元の隣に NH を挿入して、一つ肝因数の大きいダクタムを合成する反応となる。この反応はシクロヘキサノンからロクナイロンの原料と、 なるイプシロンカップロラクタムを得る工業的な合成法として重要である。濃硫酸、コ塩化リンや塩化チオニル、ポリリン酸などが反応の添加剤として使用される。これらはいずれもヒドロキシムとを脱離しやすい元に変換する役割を果たしている。脱離器となるオキシムのヒドロキシムとを前もってスルホン酸エステルやトリフルオロサク酸エステルへと変換して脱離しやすくすると 加熱するだけで反応が進行するので、酸性に弱い気質にも適用可能となる。また、オキシムから直接中性条件で反応を行う系として、カルボニルジイミダゾールとハロゲンカールキルを使用する方法が知られている。また、添加剤を触媒量で済むように改良した方法の研究も盛んである。塩化シアヌルを使用する系、トリフルオロメタンスルホン酸と、 ロジウムやレニウムの繊維金属触媒を使用する系、モンモリロナイトやゼオライトなどの固体酸を使用する系などが報告されている。通常、アルデヒドのオキシムに対して、この反応の条件を適用すると、単に脱水反応が起こって、ニトリルが生成する。しかし、芳香族アルデヒドをヒドロキシルアミン塩酸塩と酸化塩とともに、加熱すると芳香族カルボン酸アミドが得られるという、 反応が知られている。ありがとうございます。